あ、お兄が、なんか、食事中に、なんか、思春期かなんかで切れて、バンってスプーンをやったスプーンがこうなったっていうの、覚えてる？ こうなったの、もん。全然覚えてない。う。覚えてない。なんかお母さんとなんか言い合いじゃないけど、お母さんがなんか言ったら、せえよみたいな、なんか、わかってんだよみたいになって、バンってそのカレー食べてたスプーンをバンってやって、こうなっちゃったの、スプーンが。そんなことした？俺、母ちゃんに。それでも食べてた。ちょっと笑いそうになったけど、怖って思って。もう全然覚えてないわ。結構思春期の時結構キレてたから、お兄はね。壁とか殴ってた、本当に。壁殴ってたのは覚えてるかも。すっげえうるせえ、うるせえな。隣の部屋だったからさ、うちの。結構世間の人って優しいお兄ちゃんみたいなさ、こう作ってるじゃん。許してねえすよ。げえキレてたからさ、全然もう覚えてよないく言わ。われるもん、お兄ちゃん優しいよねって、いろんな人にお兄ちゃん優優しいしい、よね。優しいじゃん。いや、すごい言われるけど、いや、めっちゃキレてたことあったから、みたいな。なんで私こんな記憶よくいいんだろう。お兄の部屋で私が寝てたっていう記憶そんなないでしょ。ない。寝てたの？寝てたの？寝てたよ。だから、ユディと喧嘩してる期間は、お兄の部屋の、あのベッドの下に布団下で水を引いて。敷いて。あっ！してた、してた。だから、クリスマスプレゼントを取られたの。クリスマスで喧嘩してる方が悪いよ。じゃあ、カブトムシ飼育してたのは覚えてる？やってた、やってたよ。じゃあ、ユディがザリガニ踏んだ事件は覚えてる？覚えてない。お兄が飼ってたザリガニ。お兄が飼ってたザリガニが、なんか知らないけど、水槽から脱出しちゃって、で、私見のつから靴ない、見のつか見つらからなないっどて。こ行ったって言ってて、で、私が靴を履いたら、あいたら、ぐしゃっえて。あったね、そんなことね。思い出した？気持ちそれ悪は思かっい出した。あれた。はもうマジで衝撃だったよ。思い出し死んでた、たっていうね、私の靴の中で。そうそうあ、そう死んそでたんだ。う。そうだよ。お兄、記憶なさすぎだいや、ろ。そういだっう面て白い私が記憶。さ、ユディにさ、あの、お風呂でこう、頭突っ込まれたのも覚えてないわけじゃん。それでお兄は笑ってたってやつでしょ。アパいや、ーまだト。3人で入ってるからさ、そう、そう、ままだだ3ち人っでちゃ入っいてけたど。時。私弱もかっ多た分ね。デブって言ったんだろう多ね。分そうだと思う。助けてくれなかった。だから優しいお兄じゃなかった。その時から優しいお兄ちゃんなんている？いるか？じゃあ一回だ、やめるって言ったのは、やめるって言ったでしょ？サッカーを、朝のが。それは覚えてる？いつ辞めるって言ったの？大学いっぱい。生の時ぐらい。って時で、俺呼び出されたんだもん、母ちゃんに。だから家出した時でしょ？だっあ、そうけ？だ、そうだ、そう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 。そう。説得したとか言ってるけど、笑いながら帰ってきてたからね。家出みたいな。家出かよみたいな。なんか笑いながら帰ってきてるからさ。嘘だ。で、俺、父ちゃんに怒ったんだよ、それで。けだけトど、イレ笑っ帰てってたた。けど、父さんに怒ってたの覚えてる。怒っ厳たしんだ。くしすぎだっつって。俺と勇気とまた違うぞ、朝のはって。私も朝のが家出した時はケタケタ笑ってたよ。笑ってたよ。二人して笑ってて、なんだよ、家出て、みたいな。そんでさ、お父さんとお母さんさ、めっちゃさ、心配して、もう泣きそうになってるわけ。そんな心配しなくてよくね？みたいな。帰ってくるから大丈夫だよ、みたいな。しかもちょいちょいあったからね、いつも。置き手紙とかもさ、面白かったからさ。面も、白かったとかで、面白かった。面白かっ俺た。も笑った気がする。さ、すっげえ真剣な真面目に書いてあるんだけど、で、それをお父さんとお母さん、すっごい真面目に受け取っちゃってたんだよ。いや、けど、真面目な分だからな。私は笑えてきちゃった。勇気やめるって思ったことない。やめたいって思ったことないの。いや、何回もあるよ。それを言ったことはないってない、こと？ない。ない。だから、それも言っないたでしことはょ？ない。俺一回あるもん。母ちゃん言ったこと。中1の時。早っ。意外と早い。本当、ベルディがきつくて。練習にもついていけないし、試合も出れないし。そしたらお母さん、何したの？まあ、頑張ってみな、みたいな感じで。やめるのもったいないから。なんかみんなさ、お母さんにそういう相談とかってしてた？私、記憶にない。まあ、その1回だけ。私もないんだよね。やめたいってさ、ユディは思ってさ、言わないわけじゃん。どうやって処理するの？そのやめたいって思ったそのことを。やめたらこの家を追放されるっていう恐怖が勝って。それで言ったら同じだよ。やめたらもう
追い出されると思ったから出て辞めるってほら。ああそういうことね。うん、そうだから辞めたらもうこの家を追放されるんだろうなっていうのずっと思ってたからその恐怖がやっぱ辞めたいよ。かき消してったよね。どんな家なの？長里家はどんな家なのこれ？やばい家。やばい家。魔物の住む家。でも追放の恐怖はあったでしょみんな。うん、余裕であったでしょ。ねえ。やめるイコールこの家から追放されるそうで生きていけないじゃんって思ってたもん。そうだからやるしかなかったっていう。でも私一時期ジュディと比べられるのが嫌すぎてもうほんとすぐやめたいって思ったことあったよ。だから追放とかじゃなくていつなんかちょっと大きくなってぐらいだよ。いや私だってそれはずっと思ってて朝のと比べるのいられるのがすごく嫌だってなんかやめれば、まあ、違う職業とかなっちゃえば、うん比べられないって思ったからあそれなんか聞いたことあるな大工になり大工になりたい、うん、ああそうそうそれあんた聞いたことある、うん、朝の行動に移せるからな本当それがすごいよねやばいやつだからでもユディはさうちに秘めるタイプって分かるんだけどさ、うん、お兄は割とね言えそうと思ったけどね、うんうん、いやでも何回もじゃこのままどっか行こうかなとかって思いながらすげえ遠回りして家帰ったりとか一回だけかな怒ってもう練習やらねえって友の庄から家まで歩いて帰ったの途中で練習やめてもう帰るって帰れって言われ、帰れって言われたからもうやんなくていい帰れって言われたからじゃあ帰れよって帰ったすげえじゃあやっぱ移せるんだよちょっとはうんちょっとは移せるんだようんちょっとは移せるちょっとも移せないだいぶ行動派多分そういう別れ方だね本当帰れって言われたら秒で帰るからあざっすみたいな感じで帰るテラさんに高校サッカー行けって言われてあ、はい行きますテラさんにも帰れって言われて、うん、はいっつってなんかもう帰ったら戻ってこいってなって、うんうん、みんなにそれやってだから言われたことはいって一回やるで、はい、だからユディは今爆発して遅めの思春期迎えてんだよねそれでちょっともう爆発してこなかったからねお兄はさ自分からやりたいって思ったことはさ、サッカー以外にさ、ない。うちらは、その、ドイツ行きたいって思ったのが、こう、自分から何かしたいって思ったのの初めてだったから、うんうん、そうすごい、うわーってこう喜んだのさ、うわーってなったのよ。自分から湧いてきたみたいなね。初めてこの感覚みたいな。そういうのはさ、お兄にはない。そう、ないのか。なんだろう、サッカー、だってサッカー始めたのかなって、俺じゃん。で、家族が巻き込まれた感じ、ね、巻き込まれた、巻き込まれた被害者ずらしてますねサッカーの才能なかったのにさ、巻き込まれた感じ、ね、いや、体操の才能もなかったよてか、まず運動能力低かったからねいや、足が速かったけどでも、そんな突出して速いとかじゃないしさそうだから、遺伝的、そう、遺伝的にねそこは記録でカバーしてたところがあったからだって全部断トツだったじゃん、徒競走とか持久走とかそれはでかかったからそうちっちゃい頃からただ単にでかかったからそれが影響してたで、私は絶対サッカーに向いてない遺伝子なわけですよ明らかに遺伝子レベルで向いてない遺伝子レベルで向いてないのに巻き込まれて道をね、こう定められちゃってもうここしかないみたいなのユディがですよドイツに行きたいってなったからおお自分で道を作ったってこう喜んだわけですよベレーザも行かされてたのかだってメニーヌだってお兄ちゃんがベルディ行ってたからだからねもうそこの道しかなかったよねそう、うん、もうセレクションを受けに行く道しかなかったしでここでさ不合格なんかっていうレッテルを押されたらさまた家から追放されるっていうその恐怖やばいそんな緊張でセレクション受けてたの？どんなことでも追放されるって思ってたからヴェルディのセレクション俺も受けさせられたかいや受けたかな受けたかで最初ベルマールの方も受けてて苦労した方がいいよっつってヴェルディを押されたの自分で選んでるっていうよりはでもさほら誰かにそう言われなかったり自分で選ばないじゃんまあそうだねだからこう自分からこうしたいって初めて思ったやつは何、うんトップに上がってから移籍じゃないやっぱ移籍チーム決めるときでもさ最初さ東光学園に行きたいって言ってたじゃんあれもねいやあれも完全に欠かされてる感はあるよねなんかあれでしょあの調査票でしょあの進路のあれは完全に欠かされてる感はあったじゃああれは別に本心じゃなかった本心じゃない
で、結局行ってねえじゃん。行ってないね。その後の遺跡に関しては、多分、自分で決断して全部選んでるから。ここ行きたいって？やっぱ、うちらより、やっぱ、早いね。そっか、そうだね。早いね。うちらは長らくね、ずっとレールに乗ってたもんね。レールに乗ってたからね。大学やっと銀河鉄道行けたんだもんね、最近ね。最近、そう。いや、最近、大学はどう？大学だってうち行きたくなかったんだよ。私も行きたくなかったね。そうなの？これに関してはベレーザっていうレールに乗ったね。そう、乗ったね。ベレーザが絶対大学行けっていう方針だったから、うん、でもさ、だって私本当テラさんに働きたいんですけどって言ったもん、高校卒業したら、うん、いや、とりあえず大学行っとけとか言って言われて、うちは大学に行きたくなかったのは、うち親が大学の費用を払えるお金がないと思ってたから。けど、じゃあそれ以外に何したいかって言ったら別に何もなかったんだけどね。けど、それでテラさんが大学に行けっていうのと、親が払えるから行きなさい、好きなとこ行きなさいみたいに言ってきたんです。結局うち払ったけどね。だからその時にさ、もらってたボーナスとかを全部さ、学費に当てて、だからうち、だから朝のみたいに学生ローンじゃなくても全部一括で総額500万以上。でも自分で払ってるから、そうやって払ってるから、ちょっとこうやろうってなったよね。なった、ね、そう、なった。よかった、ね。それはなったね。うん。生かされてるっていうのは自分で払っていってるから、ちょっと無駄にできないなっていうのはあったね。私は、後々のローン払いだから、全然その気になんなくて。朝のはその話聞いてたから、あれだけど、勇気も行きたくなかったっていうのは初耳だね。すげえ勉強したいのかと思ってた。4年ギリギリ卒業だからね。124単位バッチリギリギリで卒業してますからね。いや、そうだね。なんかね、もともと専門学校行きたいと思ってたんだ。そうだ、思い出した。針の免許取りたいと思ってて。針？鍼灸のね、そうそうそう。それで結構資料とか取り寄せてたんだけど、これちょっと練習行けないな、スケジュール的に学校のね。絶対大学は行きたくなかったな。行きたくない3人。でもさ、2人はさ、あんま勉強好きじゃないじゃん。私はまだ勉強好きな方だったからさ。うん、だから、自分から行きたいのだと思ってた。そういう風になってからは、とりあえずだから自分が何を学びたいことを学びたいと思ったから、そこからは自分で探したよ。行くって決めてからね。そう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 。私は北高だけには絶対行きたくないと思います。なんであんな近くていいとこないよ。ないよ。学力だけではちょっと2人より上に行きたいと思って。だいぶだけど。最初から上だったわ。そうそう、そこで競う気持ちなんか全く。小学生の時からすごい差だったわ。うんうん、オール A なんて取ったことなかったわ。ないよ。オール5も取れなかった、結局ね。嘘だ。え、取ってない。取れて長い。なんか1個か2個4。え、タイトル、恐怖の家。魔物が住む家にして。魔物が住む家。怪人の住む家にして。うん、怪人の方がいい、魔物より。ユディもほら変人だからさ。あ、そうか。全員怪人ってこと。変人だったんだ。それは今見ればわかるでしょ。私の本質はそのままだから。変わってないから、小さい時から。本当、最低だからね、飲みかけのあのペットボトルをすげえ並べて、カビ生えてきて、うんうん、寝起きで寝ぼけて、うわ、喉乾いたって、口つけちゃったからね、マジで。ぷわってなったからね。最低でしょ。わざとしてたの？全部ペットボトルの飲み物干さないのよ。で、ちょっと残しといて、わざとしてるの？わざとしてるの。で、窓際にこうやって並べて置いとくと、なんかすごい生き物が繁殖して生えてくるの。それを見るのが楽しくて。吸収癖がひどい。で、あとさ、北海道を全部切って、粉だけディズニー缶にこう入れて集めてたりとか。もう私、この人爆弾つくんだと思った。家爆破すんのかな、これでと思ってたもん。もう怒られまくって頭おかしくなって。うわーって思ってた。それはほんとその2つね、やめてほしかった。そういうね、それはもう同じの部屋でいないとわかんないことだね。変な格好して踊ってたりね。嬉しい限りです。好きなことしてんだなっていう感じね、うん、そうそう、伝わってる伝わってる、うん、それが一番。表情に出てるから感覚合ってた。やっぱり変わったっていうのが、まあユディはまああと何年後かにね、子育てステージに来るわけだからね。あ、そうだね、もうちょっとだね。そしたらそれでも変わんないかな、私の本質は。そしたらまたこう喋ることが変わってくる。変わってくるね、うん、うん、子育てステージに来ないとちょっとわからない。そうだね、まだそっちの2人の領域にはいけてないからさ。いっぱいあるよ。いっぱいある。まだちょっとほら、青春を謳歌しないといけないから。
そうだね、遅れてきた青春もね。そう。失った青春自体が今取り戻した。テニスボールはね、人に投げてなんぼだからね。そう、キャッチボールしてなんぼですね。コミュニケーション。知らなかったわ。知らないこと多すぎだから。本当だよ。そして自分がやったことも覚えてないっていうね。本当。ひどいいじめっ子だよね、それね。いじめっ子なのかな。怪人の住む家。それ行くの？お送りしました。いや、いいんじゃん、暴露本としてね、やってこよう。世の人たちの参考にね、こういう参考なんないでしょ。でだってさ、育児本とか出るじゃん。でもさ、うん、育児された方の本は出ないわけじゃん。出ないわけじゃん。育児された方はどうだったかっていう。そう。うちら3人じゃなかったら、成り立たない やり方でしょ。って俺はずっと思ってんだけど。うん。間違いないよ。間違いないよ。誰がこんな怪人の住み家に住みたいよ。しかも多分バランスよく役割が分かれてたからいい具合になってたのかもしれないね。いやだそうだから3人いなかったら多分無理だよ。1人だけでこれ死んでたね。自殺してたね。誰か1人欠けててもダメだったと思うよ。本当にこの3人がいたからこそ乗り越えたっていう。よくさ、なんだろう、うちら まともに育ったよね。一歩間違えれば本当もうどっちに転んでもおかしくないと思うよ。そうだよね。これまともっていうの？うん、多分これは美智子がいたから成り立ってた。母ちゃんのためにやんなきゃって思ったもん。あ、それは私もあった。これ以上お母さんを悲しませたくないっていう思いはすごく強かった。そう、このモチベーションだけだったわ。あんま考えたことない。現に美智子を悲しませてるからね。置き手紙してすげえ泣かせてるからね。あんま考えてなかった。やっぱ2人がいたから美智子はやっぱやっていけたんだと思う。誰一人としてかけることは許されなかった。誰かグレてもおかしくなかったよ、うん、半グレしてたよ。まあ朝はもう半グレだったけどさ。半グレだったけど、育児された盆はさ出してこうよ。やっぱあっちはほらこうやって接したって言うわけじゃん。こういう目的でこう接したって言うわけじゃん。でもこっちはいやそんなんされても知らねえしみたいなさ。何 Q&A みたいなさ。やっぱ A は返さなきゃいけないじゃん。そうだね、やっぱ、そんなん言われてもこっちは怖かっただけだしとかさ、でもなんか自分の子供にはできないな、やっぱり。それは無理だよ、絶対無理だよ。お兄ね、し何が無理だっていうと、あんだけ言うってことはやっぱ自分がやっぱり完璧じゃなきゃ多分言えないと思うのよ。完璧だって思ってきたって思う。まあうちらの前では隙見せなかったじゃん。人参食べないとかあったよ。